メロンパイ中村です。お願いします。ありがとうございます。いやー、皆さん、ちょっと僕悩んでることがありまして、っていうのもですね、今2人の女の子から思いを寄せられてまして、まあ、僕もその2人のこと好きなんですよね。まず1人の女の子はですね、バイト先の大学生のギャルのみなみちゃんっていう子でね、その子はね、金髪が特徴的なんで今日はレモンに置き換えさせていただきますけどね、その子はですね、僕コンビニでバイトをしてるんですけど、僕が出勤するたびに大量の廃棄をくれたりとか、もうこの前なんかはね、中田さんちょっと先の話になっちゃうんですけど、クリスマスってなんか予定ありますかって聞かれて、いやないよって答えたら、あ、じゃあシフト変わってくれませんかつって僕を頼ってきてくれたんですね。これ完全に僕のこと好きってことですよね。そしてね、もう一人の女の子はですね、高校の時の同級生のはるかちゃんということでね、その子はね、赤いほっぺたが特徴的なんで今日はね、いちごに置き換えさせていただきますけどね、もうその子はね、もう毎年明けましておめでとう、今年もよろしくみたいなね、内容の LINE を送り合うような仲なんですけどね、もうその子はね、付き合ってないだけで僕のことずっと好きなんですよね。それを象徴するエピソードが高校の時にありまして、まあその日はね、板倉放課後話があるから体育から来てもらっていいみたいな言われて、で行ったんですね。そしたら板倉一緒に草むしりしてくれないっつって僕を頼ってきてくれたんですね。これ完全に僕のこと好きってことですよね。もうこのようにね、2人とも相当僕のこと好きみたいなんで、僕も2人のうちどっちと付き合うか決めたいと思います。どうしようかな。お、待ってください、なんか近づいてきますね。ナスコ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 ナス、お、キスされましたねこの野郎。ねえ、このようにね、2人とも相当僕のこと好きみたいなんで、ちょっとどっちと付き合うか決めたいと思います。バイト先のギャルか、高校の同級生か、ギャル同級生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 、ああ選べない、どっちも好きだ。すいません、ちょっと僕2人のこと好きなんで選べないです。なので今から2人には僕を取り合ってもらいます。今からですね、2人には、かけっこしてもらいます。そして勝った方が僕と付き合う、そしてなおかつこれゴール地点で待機してるんで、ゴールした方は僕とキスできる、これでいきます。それではいきます。位置についてよーいスタート。さあ始まりました。おっと、まずギャルリード、ギャルリードしてますよ。おやおや、ここでギャル友達のなおちゃんが来ましたよ。お、なんか言ってます。そんな男やめときなさいって説得に入ってますよ。やばいですよ、言いくるめられそうだ。どうすんだどうすんだどうすんだ、やばいぞやばいぞやばいぞ、あーなんとかなりましたね。その間に同級生リードした、同級生リード、おやおや、ここで同級生のお母さんが来ましたよ。お、なんか言ってます。そんなお笑い芸人なんかやめときなさいって、またまたこれ説得に入ってますよ。やばいですよ、言いくるめられそうだ。どうすんだどうすんだどうすんだ、やばいぞ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 、どうする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 、やばいよなんとかなりましたね。だその間にやばいよ、もうギャルリードしますよ、ギャルリード。おやおや、ここでバイト先の高身長イケメン大学生高橋くんが来ましたよ。高橋くんは高身長でイケメン、普通の女の子ならコロッといっちゃいますよ。やばいですよ、どうするどうする、やばいぞやばいぞやばいぞ、あなんとかやりましたね。だその間に同級生リードした、同級生リード。おやおや、ここで同級生の元彼ともやくんが来ましたよ。ともやくんは大阪時代サッカー部でキャプテン、そして現在は大阪の一流企業就職、普通の女の子なら耐えられませんよ。やばいよ、いい感じになってるよ、いい感じだ、どうすんだどうすんだ、やばいぞやばいぞやばいよ、どうする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 、あーなんとかなりましたね。やばいですよ、こっからもう一騎打ちですよ、一騎打ち一騎打ち。じゃあどっちが勝つんだ、どっちが勝ってもおかしくないぞ。じゃあどっちだ、おと、まずギャルリード、お、同級生もじってきた、ギャルも同級生もじってきたぞ、お、いなくなる、唇近いぞ、どっちが唇の番だ、どっちだ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 、あー選べない、選べません、すいません、ダメだ、俺二人のこと好きすぎる、ごめんなさい、ちょっと僕二人のこと好きなんで選べないです。なので決めました、友達を思う気持ちに心打たれたんで、ギャル友達のなおちゃんと付き合おう。どうもありがとうございました。